GD 高速道路ゴシック j a はコンピュータ用の無償のフォントセットの一つである。本校ではこのフォントセットのベースとなった日本の高速道路の案内標識に用いられてきたオリジナルフォントについても記す。東名高速道路、明日か PA の案内標識。高の字の画数が大幅に省略されていることがわかる。北陸自動車道、牧片東バスストップ。 牧の字が特徴的である。複数のフォントが混在する標識。日本の高速道路道路標識も参照、いわゆる、後段文字は、1963年の、名神高速道路開通時に採用され、以後永年にわたって、高速道路の案内標識のフォントに用いられてきた。名神の開通当時、日本には市販のフォントセットがあまり流通していなかったことを踏まえ、 当時の日本道路公団の関係者により、一つ一つのフォントが必要に応じて制作されたという経緯がある。フォントの特徴として、基準枠いっぱいに文字を配置するために、字の画を直線的に造形し、加えてすべての画を、等幅の直線で描くために細かい画や跳ねを、独自判断で省略したという点が挙げられる。このような造形が決定した経緯については、山根和馬が、 実著の中で標識の文字が標識の120メートル手前で読めなければならないことを基準に定められたこと、文字の大きさをドイツのアウトバーンに習って高さ50センチメートルに決めたこと、文字幅がすべて等幅である点についても文字を描くのに反射材テープを用いていたためであることなどについて言及している。和文フォントは必要に応じてフォントが制作されたということもあり、 加えて、多くの人手で制作されてきたため、文字ごとの筆致のばらつきが著しくフォント全体の統一感に欠けるという問題点があったことから、2010年7月1日付のネクスコの技術基準類の改定で、標準文字の字体を和文は、平木の W5 角5クに変更、オーブン、数字表記についてもノイエハースグロテスクから、オーブンは、ビアログミディアムに、数字は、 フルティガー65ボールド帯に変更する、胸の記述が盛り込まれている。掛け替えの標識から順次、改定される。g d 高速道路ック j a とは、上述の、いわゆる、高段文字を模したフォントである。個人の制作によるもので、制作にあたっては標識を現地取材し、その字体の特徴を解析すると,とともに、未発見、または存在していない文字についても、 既存の書体から編作りを組み合わせて制作しているという開発中のため現在は表示できない文字も多いまたそれを補うために作者のホームページの掲示板で未発見の文字の情報の提供が呼びかけられているこのフォントを wikipedia で使用する場合にはこのフォントのアウトラインデータを cc 版 sa 2.1ライセンスに再ライセンス化して扱うことができる旨が 作者の公式サイトに明示されている GD 高速道路ゴシック JA は以下の種類がある。ありがとうございます。